1月14日、松阪市役所で松阪市明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞作品の表彰式が行われました。このポスターコンクールは、明るく正しい選挙を呼びかける印象的なポスターを児童や生徒に描いてもらい、広く周知しようと全国で行われています。今回、市内の小中学生から49点の応募作品があり、入選した14人が表彰を受けました。松阪市選挙管理委員会委員長賞には、小学生の部から安坂小学校3年生の桜田芽衣さん。おめでとうございます。中学生の部から蒲田中学校3年生の村林美宇さんが受賞しました。おめでとうございました。松阪市明るい選挙推進協議会会長賞には、小学生の部から徳和小学校6年生の中川佳林さん。中学生の部では、蒲田中学校3年生の高杉真央さんが受賞しました。少しでも選挙をする人が増えるようにという思いで書きました。最初全くいいデザインが思い浮かばなくて、授業でも、アイディアのスケッチだったりとかっていうのをいろいろ出してもらったんですけど、もう締め切り2日前にギリギリやっと見つけたのをこう急いで作ったものだったので、こんなにすごい賞が取れると思ってなくて本当に嬉しいなと思っています。自分の一票でたくさんの人が笑顔にあふれたらいいなと思って書きました。やっぱり明るい選挙啓発ポスターということなので、明るめの色合いを使ってでピクトグラムを使うことによって誰が見ても分かりやすいような選挙に行こうと思えるポスターを書くことを心がけました。入選したポスターは1月26日金曜日まで松阪市役所1階ロビーで展示しています。はい、入選された皆さん、おめでとうございます。